余裕だぜ。どんな相手が来ようと。やあ、シング君、無事みんなと合流できたんですね。うん、テクタさん、俺の仲間全員とね。ではみんなでクリードとの戦いに。はい、セルランドのすべてを守るため。リチアか、すまないリチア。僕とゼクスにはクリードを、いやシング君を、あの時どうしても。いいえ、謝らないでください。あなたたちが赤ん坊だったシングを信頼したからこそ、今シングや琥珀たちと私の間に新しい絆が生まれたのですから。ありがとうリチア。あのテクタさん、お母さんがどんな人だったのか教えてもらえませんか？ええ、お安い御用です。アイオラはとても美しく、誰からも愛される優しい人でした。ただ優しいだけじゃない、彼女のスピリアには強く気高い芯が通っていた。琥珀さん、あなたと同じようにね。私なんてまだまだ。強く気高い芯の通ったスピリアか。なんせ俺の母さんと妹だ。まあ当然だよな。俺の母さんは？ドナですか。ドナはとても時間に厳しい人でした。時間に厳しい？そうでしたかしら。ドナはお腹が空くと決まって僕に、焼きそばパンを買ってこい、3分以内にな、というのです。それってただのパシリじゃねえか。3分以内に買って戻らない時には容赦なく関節技で締め上げられましたね。パシリだ、完全にパシリだよ。兄青のりをつけながら豪快に焼きそばパンを頬張るドナの笑顔は忘れられません。俺の母さんってそんな人だったのか。気にすることないよシング、私も焼きそばパン大好きだよ。琥珀よ、問題はそこではない。テクタ、できればドナの良いところを話してあげてくださいな。ドナの良いところですか？すみません、そのうち思い出しますので、また今度お話ししましょう。
寒い寒い。我慢しろ。手をつなぐとあったかいよ。うん、それは許さん。余裕だぜ。どんなに重いことだって俺たちなら背負いきれる。この力で琥珀を守る。だって長く生きちゃいないんでね。させる。余裕だぜ。私たちは負けられ。自分一人ではできないことも、思いがつながっていればできることは無限大だ。油断は禁物だ。どんなに重いことだって。
ないよ。私たちは負けられない。だからどこまでも進む。私たちは負けられない。突破は容易だ。死ね。自分一人ではできない。どんなに重いこと。
自分一人ではできない。きっちりきちきち戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってねえか。余裕だぜ。よし、先へ行くぞ。Thank you.
ないよ。切って打ち抜いて。油断は禁物だ。攻撃対象の沈黙を確認。戦闘を積み重ねた結果だ。私たちは負けられ。余裕だよ。お兄ちゃんの思い感じるよ。俺もだぜ、琥珀。突破は容易だ。私たちは負けられない。みんなのスピリア感じるよ。この力で琥珀を守る。力が湧いてくるぜ。